時間制の売春宿を一つずつ取り戻していくってことね。何を言う。はい、いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。ファークライ5続きだね。でだ、もうちょっとでフェイスのレジスタンスポイントの2つ目の点っていうのかな、が満タンになるね。まあでもあまり気にせずストーリーミッションを進めていこうかね。なんかこの地区はぶっ壊すものがいっぱいあるね。1,2,3,4,5,6 6個かなね。これもぶっ壊していいんだけど、どうしようかな。これバージル・ミンクラーをやってみようかね。じゃあファーストトラベルで移動だ。しかしこのフェイスさん、お姉ちゃんとの最後の戦いはどうなるんだろうね。なんかこうね、ありきたりな感情だけど、あんまりなんかこうね、この人に銃を突き立てる、銃を突きつけるっていう作業は好ましくないな。これ仏さん片付けようよね。なんか見るたびに心が気持ちよくないね。よし、ちょっと一旦補充しよう。歯を。武器、弾薬、あ、もう上限だ。売るものはある？ないね。特にない。で、武器は全部持ってるね。あ、おう。お、なんだっけ、この人の名前。あの水処理施設を見事に攻撃してくれたね。うん。水に祝福を入れてたんでしょ？チャンスがあれば粉ミルクにだってドラッグを入れそうなイカれた連中だから。相変わらずの T シャツだな、君。あれ、どっちから行くの？こっち、はい、こっちかな。早く日が暮れないかしら。私は暗い方が美人に見えるから。オス、ね、いつもそんな感じ。失礼、今ちょっと考え事をしてた。いいよ。保安官、聞きたいことがある。なんだい。フィーニーという男を知ってるか。フィーニー、聞いたことないはずだな。町の薬剤師だったんだ。地域の支えとして尊敬されてたんだが、実際はただのドラッグ商人だった。やつはカルトに協力してる。あ、そう。祝福を作るのを手伝った。今はジェソップ栽培所に。栽培所か。美しいアトリウムだったんだ。そこの栽培所叩けば結構なダメージになるんじゃない？今ではフィーニーの毒物工場だ。恐ろしい花で埋め尽くされている。それで思いついたんだ。うん。あそこで栽培されてる花を燃やせば。そうだね。フィーニーが大慌てで駆けつけてくる。フィーニーの一件ですっかりつまみ食いできる相手も減ったわ。まだ言ってんのか、お姉ちゃん。しないで。もちろんザンダーのことは愛してる。燃やせばか。でも私は残酷なのよ。それに最終的には彼のところに戻るって、本人も分かってるわ。一応火炎瓶持ってるからいいか。よし、2キロぐらい先。どこだ？ここか。またヘリで行くか。すっかりもうヘリがないと生きていけない体に。なっちゃったけどね。行こうか。じゃあついといて。こっちから出れる？出れないね。元気だよ。まあ洗脳されちゃってるけどね、多分ね、この人。調子はどう？はい。よいしょ。さあヘリに乗って。お、なんかいるの？あれ、ご婦人だよね。ヘリポートここでしょ。どっからヘリを出すんだっけ。ここか。はい。やっぱりでもこのゲームはヘリコプターが強すぎる気がしない？まあ散々使っといてなんだって話だけど。ジェス、おいで。行くよ。乗った？早いね、相変わらず乗るのが。景色も綺麗だね、相変わらずね。そういえばもうまだだよね。もうちょっとしたらこれダウンロードコンテンツの第1弾が出るんだよね。ね、できればそれまでにストーリーを一回終わらせておきたいけど、まあこのペースじゃ多分間に合わないかな。ね。私たちの国を嫌う社会主義者の集まりが見えた
もう遠慮のない言葉だな。お、これ畑かな？これかな？違うね、これただの畑だね。あ、でも祝福っぽいな。やだな、もうそんなんばっかりだね。さあ、あと1キロ弱。あ、でも畑いっぱいあるんだね。あっちも畑だね。敵がいるわよ。ここか。あれをぶっ壊せばいいんだろ。違う、これじゃない、これじゃないな。あ、そう。やれやれ、かなり危ないとこだったわ。ご婦人もついてきてくれてるかなね。結構婦人の戦闘力火力は侮れないからね。ここか。さあ行くぞ、遠慮なく行こうじゃないか。構えんの？あ、いた。敵がいる。戦う準備をしておいて。オッケー。自業自得ね。あとは？あっちのクソ野郎どもが見える？はい、オッケー。強すぎんだろヘリ。すんごい強いよねやっぱりね。緊張感がゼロだもの。あんなにボコボコにしたのにこんな綺麗に残ってんだね。よし、解放はしたけど、どうしたらいいんだろう。あとやき払う。これを焼き払うのかな。これで焼き払えるかな。水降っちゃってる。本質はレイチェル・ジェソップがカルトに引き渡したらしい。これどうやって焼き払うんだろう。お水出てるよね。どっかでお水止めんのかな。これか。天使、人狼、そして霧。止まった止まった。すべてはあそこで始まったんだ。これで燃えるかな。お前が閉鎖してくれてよかった。こっちにもあんのかな。全部燃やされちまうぞ。燃やすよ。燃えてる。あ、燃えてるね。よしよしよし。んで、ここもなんか水があれしてるね。分かった分かった、今燃やすよ。お、来たかな。あれ、これどこで、あれスプリンクラー止めんのこれね。え、おー、ありがとう夫人、助かるよ。あ、あそこかな。あったあったあった。ちょっとね、敵はやっといてもらおうね。あれ？んで、あとは、おお、びっくりした。もうやだお姉ちゃん。で、ここ、あ、ここも止まってるね。はい、焼き払う。さあ、あとは敵はどこだ。こっちから来るかな。お、お、すぐ近くにいた。お、すごい。あ、大丈夫か。違う。あ、鉄砲行っちゃった。分かった分かった、ちょっと待ってちょっと待って。大丈夫だ、今助けてあげる。無事でよかった。どこ行った？どこ？
あ、上にいた。あー、夫人、夫人撃たれたか。ちくしょう。あともう一個畑が焼き、あ、まだあるのか。なんかここにもいなかった今一人。あれ、いなくなっちゃった。どこ行った。麻薬の売人のフィーニーが来るぞ。これはチャンスだ。オッケー、どこにいるフィーニー。フィーニーを排除する。どこだフィーニー。あれか。今のうちに乗ってきなさい。罪人がいたぞ。こいつは罠だ。ジェソップは落ちた。奇襲だ。逃げろ。合流地点で会おう。そこで奴らを片付ける。落とせないかな。ダメだ、ヘリで追うぞ。あれ、僕のヘリは、あれ乗ってちゃった。ちょっとひどいんじゃない。え、どうやって追っかけんのあれ。車、あらら、フィーニーの居場所に向かう。うわ、怖い怖い怖い。ああ、ろくに走れないね。まあでも頑張って向かうよ。あ、ここ道かな。よっしゃ、1キロちょっと空いてるね。ここ合ってんの道あれはどうやって追いかけるのが正解だったんだろうね。ここに行きたいと。車で向かうか、たまにはね。ジェスもそのうちついてくるでしょう。そういえば夫人はまた呼べないのかな。まだそんなすぐ呼べないのかな。なあ、もうちょっとか。あと10、結構あるな。じゃあ夫人の代わりにね、ハク行くかい。よし、おいでハク、行こうぜ。あぶら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 。おお、よろしく頼む。が走ってる。一応は全力だ。お客さんだ。あ、ここも破壊できる施設だね。まあ後で破壊しよう。ひとまず今は密売人、麻薬の人のところにも急ごうね。久しぶりに車乗ったな。あと 300m。 あ、ヘリあんじゃん。あ、違うか、車か。着いた。よし、行くぞ。ハークたちも来てるかな。来てるね。行くぜ。どういうこと？埋まってるよ。どう、どうすりゃいいのこれ。ほっとけば壊れんじゃないこれどうすりゃいいの。これでいい？これでいいのかな。オッケー。わあ。
もうびっくりした。なんなのあれ。あ、すごい。もうじゃもうじゃ僕ももうじゃ。ちょっと待って。よし、こんなもんかな。そろそろ捕まるかな。ね、お姉ちゃんにもやもやでさらわれるの嫌だからね。あ、始まる。はい、じゃあ一旦この辺にしようかね。そこそこな時間なのでね、多分次回お姉ちゃんのまたモヤモヤに包まれて夢の世界に行ってみたいと思いませんかってとこだね。はい、じゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。